こんばんは。野球好きの集まるお店にお越しいただきましてありがとうございます。さあ本日はなんと野球が大好きな元プロ野球の選手にお客様として来ていただいております。紹介しましょう。村田真一様、そして斉藤真樹様です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあこのお店はですね、はい、なんとお酒を振る舞う代わりに、はい、なんと素敵なお話を頂戴しようという、はい、そういうお店でございます。金品の授受は一切ございません、はい、よろしくお願いします、はい、さあ今回のテーマなんですけども、はい、お二方の後輩でいらっしゃいます、はい、今年からコーチになられました、はい、桑田真澄コーチのことについてちょっとお伺いしたいんですけれども、ちなみに、ドラフト1位で1985年に入られました。そして、メジャーにも行かれましたけれども通算成績が173勝ですよね、うん、お二方からしたら後輩ですよね、うん、それ実際お会いになられた時の第一印象といいますか、どんな感じでしたか。ちっちゃいですよね。お小さいなと思った、うん、グランド行って動きがやっぱすごかったよ。あ、そうなんですか。うん、な、俺もやはりいつも野球の申し子っていう感じしたね。何やってもすごいね、もう。守備うまい、バッティングもいい、ピッチングも当然いいじゃないですか。はい。うん、足も速かったですしね。ちなみに桑田さんの性格といいますか、どんな方なんですか。まあ、もう本当あのまんまじゃないですか。もう気真面目で、まあ、勉強家っていうか、なるほど、努力家、うん、もうそれはもう最初からそうだったと思います。そのピッチングの理論的なものでこうなんか教えてあげたりとかなんか話をしたことってあるんですか。ないです。ないんですか。ないです。そんなことは話しません。ああそうですか。牧原、斎藤、桑田、この三本柱、うん、いや、その話はしないってことですか。いや、だから したことないと思う。そういう話をキャッチャー陣からはなんか。ね、だから性格って俺もね、年が上じゃん。はい、あれなんかね。はい、したら、マスミ言ったら、はい、はいしか言わないじゃん。なるほど。で、向こうから話しかけてくることもないしさ。その当時どこに性格なんかわからないよね、はっきり言って。離れちゃうと。ただ、はい、俺が一軍に行った時に、肩が治って、手術して、はい、村さんよかったね、頑張って言われたの覚えてる。で、初めてバッテリー組んだ時に、はい、ミーティングってあるでしょ。はい、でミーティングで、このバッターは例えば、まっすぐちゃんと打ったら大丈夫。あんまり変化球注意ね、ミーティングあったらするじゃない。はいはい、で、終わりました。はい、で、マスミが、村さん、ミーティングああいう風に言ってたけど、僕のカーブ全然合えんから大丈夫。初球カーブでカウント取れるからって言ったら、あ、本当？で、そういう話をした。だから同じ変化球でも村さん、俺のカーブは大丈夫とか、まあ、あいつまっすぐ強いって言うけど、俺ちゃんとアウトコース取るから、結構意外とファール多いよとか。マジですか。うぬぼれてるね。だからそういうのよく教えてもらった。で、そしたらそういう、あ、ほんまやとか。で、カーブで見送ってワンストライク取れたりとか、ほら、村さん行ったでしょとか、あー。だから、ミーティングがあんねんけども、人それぞれじゃない、やっぱし。はい。向こうのバッター、狙い目も変えていく可能性もあるし、はいはい、もそういうのあったから、よくそういうの教えてくれた。うわー、だから、データ通りに行くとこうだけれども、実はでも僕に関しては、これはこっちの方が当てはまるからっていうことを自分で考えて、自分で発信できて、自分で行動できる人なんですね。うん、やっぱり僕が一軍行った時はあいつも何十種もしてたし、はい、もうバリバリのエース格のピッチャーやったし、だからそういう。そうでも村瀬さん言われて、あ、ほかお前。コーチ陣が言ってんだから、いや、そうしようよって言われて、言わないですか。本当って聞きながら、どうなんやろうって言って、試してみたりするじゃん。はい、はい。ほんまやとかさ。ほんまやと。うん。はぁ。斉藤さんそんなことなかったんですか。ちなみにそのミーティングの時に、そういう話になりました。斉、うん、藤さんはどうなんですか。ミーティング通り。ミーティング通り。いや、斉藤もあるある。村さん、僕のカーブ全然合えへんよとか。あ、マジですか。うん。あいつ困ったらカーブ行こうとか。やっぱそこはちゃんと自分というものが分かってないとダメなんですね。うん、でもあとミーティングはあるけども、例えば、マスミもそうやったし、斉藤もそう思うけど、はい、もうこのクラスになったら、困ったら最後自分の投げたい球を投げたいんですよ。なるほど。データではないと。だから、バッター重視か、ピッチャー重視かっていうキャッチャーで迷うとこなんだけど、はい、でももう、僕がコーチになって、新之助もよく言ったのは、困ったら、もうピッチャー本位で行けよって、よく言うんですけど。なるほど。うん、このくらいはそうですよ。そういうことですね。まっすぐ取れても困ったら、俺のまっすぐ打てるもんならまっすぐ
平気くない首振られますよ。いやいやみたいな。いや、そうする。だから100勝200勝いけるわけですもんね。まあ、ちなみに桑田投手、投手としてすごかったところっていうのはどこなんですか？まあ、やっぱりコントロールじゃない？やっぱ違います。うん、コントロールっていう、まあ、もともとそんなにほら、150キロも投げれるような球威があったわけじゃないから、はいはい、まあ、本人もその高校野球からやってきて、その自分の制球力っていうのは多分自信を持ったと思うんですよね。なるほど、はいはい。だからその辺はもう当然ずっと持ち続けてたとは思いますけどね。なるほど。だからそこに、あとはまあ、まっすぐ、キレだとか、変化球の、うん、切れたとかね、そういうのをだんだんこうどんどんアップさせていったというなるほどところだと思いますけどね。コントロールがすごかった。村さんどうですか？決定的に言うと斎藤だな、まっすぐ、スライダー2種ですよね、はい、球の進化やけど、はい、桑田はまっすぐ、カーブ、スライダー、シュート、落ち球、フォークかチェンジアップか、その次々掘ってたけど落ち球、それぞれある程度制球が掘ってこれるよね。だからいろんな球種操れるピッチャーだったと。でコントロールも良かったと、うん、それなりにいうことですか、うん、まあでも桑田投手は野球の申し子だと、もうピッチングだけではなくバッティングも守備も優れていたということですけれども、でも怪我をしたきっかけがダイビングキャッチをした時に靭帯を損傷したということですけれども、うん、あれに関してはどうですか？最近よく言われてるそのヘッドスライディングやめた方がいいよ怪我するから、うん、につながるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そこをお二方ちょっと。でもあれはもう僕あいつ取れると思ってやったから、はい、もう仕方ないと僕は思ってるけどね。なるほど。うん。それ言ったら何も思い切ったプレーできないもんね。なるほど。うん。そういうことをやってると恐れてたら何もできないってことですね。うん、たまたまああいう風になってしまったけど。うん。でもあいつが手術して復帰してきた時に、マスミ、もう飛び込まんでええからなっていう話を言いましたけどね。なるほど。笑ってましたけどね。もうええから。でも斎藤もそうよ。はい、バンド主よりも、この二人は、この二人はね、もう守備すっごい。うまいですよね、フィールディングがね、もう、身のこなしがやっぱり。もう、ダンスを踊ってるみたいな感じですもんね。マキが二人の守備力があったら、10勝勝ってると思う。まあでも実際、そのトミー・ジョン手術をする前とした後っていうのは、やっぱ相当違いましたか？球威とか球威とか、制球力とか。うん、いや僕はあんまり感じなかった。感じない。元に戻るんだなぁ。あ、スピードは若干落ちたんかな。スピードは若干落ちたかもしれない。それは手術のせいなのか年齢的なものなのか分かんない。うん、でも制球は悪くなったなと全く思わなかったから、すごいんだなぁと思った。なるほど。まあちなみに桑田さんはバッティングの方もすごかったですよね。確か。すごかったね。通算打率が2割1分6厘で192安打打ってます。そして本塁打が7本。マスミはね、中日戦なんかインコース掘られるからね、ヤシバリの配球されるからね。ちなみにどうですか、もしも投手をやってなければ野手として体制できましたか？いやそれは分かんない。ピッチャーの中ではすごい、どこを守るのかなってとこじゃない？いや多分できてたと思いますよ。思うな。やつは、まあ内野どっかに来たでしょうね。俺まだ聞いてないから分かんないけど、はい、バット短く持ち出しやんか。うんうん、あれもよう分からんけど、うん、普通に持ってても普通に打ったもんね。うん、で練習なんかカンカンホームラン打つし。あ、そうなんですか。うん。すげえなと思って、サラブレッドやと思って見てた。なるほど。じゃあ最後に聞きたいんですけれども、はい、その桑田投手の一番覚えていらっしゃるこう場面といいますか、うん、どっかありましたら教えてもらいたいんですけれども、いや僕はもう 10.8 ですね。最後カーブで、これですね、小森を三振に取って、はいはいはい、うん、あの場面ですね。あ、はい、斎藤さんは、まあ、そういうプレーってことですね。プレーっていうかそういうの、まあ、やっぱり僕怪我手術明けでマウンドにこうやったりして。ああ、あったね、あったね、あったね。ありましたね。あったね。あ、そのぐらい大変だった。まあ、確かにその、怪我してた間、ジャイアンツ球場にこの桑田ロードって言って、はい、彼がずっと走ったとこだけ芝が剥がれて、はいはいはい、あったんですけど、だから、まあ、その思いがこうね、ただいまっていうことなるほどだろうけど、それはやっぱり印象残ってますね。私たちも残ってますね、それは。
いや、それはやっぱキャッチャーから見てると、あ、いつも通りのルーティンなんだなっていうふうに思われるわけですね。うん、そうですね。はい。なるほど。わかりました。いや、また今日も素敵なお話、ありがとうございました。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。はい。はい。